3でやらせていただいて思います。まずちょっと最初にちょっとお聞きしたいんですが、この楽器を見たことある方いらっしゃいます？そうですね、前の方です。こちらの方はもう見間違いのないぐらいバイオリンなんですけれども、こちら の民族音楽するときにはちょっと国によるんですけど、フィドルと呼ばれたりします。なんで楽器の構造はスウェーデンではフィドルって言います。楽器の構造はほぼ一緒なんですけど、弾くジャンルとかによってなんか名前が変わったりします。で最初ちょっとニッケルハルパの説明をさせていただきますと、こちらは、普通にバイオリンみたいに弓で弾く楽器なんですけど、バイオリンの普通はバイオリンは指で直接弦を押さえるんですけど、こちらはその指で押さえる代わりにこの見ますとこの鍵盤を使って鳴らすんです。12本の共鳴弦って一緒に実際に弾かなくても一緒に例えばドを鳴らしたらドの共鳴弦が振動してくれるっていう弦がちゃんと1オクターブついてるんで、ちょっと弦が16本ついてます。なんでちょっとごつく見えても本当に演奏する弦は4本で、本当にボタンがついてるだけっていうほとんど仕組みは変わらないような楽器なんですね。ちょっとイモムシとか呼ばれることはよくありますが、てな感じの楽器です。これで北欧の音楽を演奏したりします。さて次の曲は一体何だったか、イグさん覚えてますか？僕は覚えてないです。フィンポールというので、なんか、名前フィンって多分フィンランドのことだと思うんですけど、私的にこの曲はスウェーデンっぽいなと思うんですけど、フィンランドのポルスカ、ポルスカっていうのは三拍子の踊りのことなんですけど、そういう音楽です。